別冊スプリングカメラは、レンズをカメラボディに収納することにより収納時の容積を減らすことができるホールディングカメラのうち、収納状態から撮影準備状態に立ち上がらせるとき、ボタンを押すとバネの力でレンズを押し出し自動的に、所定の位置に固定されるものを言う。和製英語だという説もあるが、1932年のローデンシュトックや、 バルダのカタログにドイツ語として、スプリングカメラが使用されており、明らかな誤りである。最初の製品として知られるのは、ヒュッティヒが1908年に発売したアトムである。ロールフィルムカメラとしてはコダックが1922年以降一年のポケットコダックに採用したのが最初と言われている。その後、再水コンが1929年に発売した。 イコンタはそれまでの製品と比較してコンパクトでスマートだったためベストセラーとなり、またドイツコダックが1934年に発売したレチナもヒットしたことで一般的な形式の一つとなった。距離軽電動のスーパーイコンタとスーパーセミイコンタが1934年に発売、セレンド出系を組み込んだスーパーシックスが1936年に発売。 世界最初の AE 色質カメラスーパーコダック620が1938年頃に発売されるなどある程度の自動化も進んだ構造が簡単なためカメラ自体の価格が安く 64.5cm 半以上であればコンタクトプリントでもかろうじて干渉に耐えるということもありそれまでに主流であった写真看板を使用するハンドカメラにとって 代わり1930年代から1950年代にかけて二眼レフカメラと並んで一般向けのカメラとして最も人気の高いカメラとなった。しかし早い時期から開発者の頭を悩ませたのは折りたたみ時にシャッター付きレンズが大きく移動するためボディとの連動が難しいことである。最初に問題になったのはボディにシャッターボタンを設置することであった。 またレンズ位置の誤差が大きいため距離計連動も難しく、多くのスプリングカメラは距離計なし、もしくは非連動距離計を内蔵するだけで終わった。この天才水根のスーパーアイコンタは旋回するプリズムによって前玉回転式とは異え機械的、連動なしで距離計連動を実現し、マミヤ後期のマミヤ6ではフィルム面を移動することで距離計連動を実現している。 しかし電気露出系が普及するなど自動化の波が押し寄せる中で連動に難があるのは致命的であり、また前蓋を開く際の減圧によりフィルム面が不安定となり、ピントが良くない、レンズ交換に対応できない、広角技術の発達でレンズが明るく大きく重いものになる中、折りたたみ式は精度や強度に不安が残り、またレンズをボディに収納するスペースがない等の、 理由から1950年頃以降来下半、レンジファインダーカメラ、さらには一眼レフカメラにその地位を奪われていった。近代スプリングカメラの元祖、イコンタシリーズは、スーパーアイコンタボルト型を最後に1960年頃、製造中よされ、日本製、スプリングカメラの元祖パールシリーズは1958年に発売された、パール4型が最後となった。 なおスプリングカメラやニガンレフカメラの前世紀には、レンズ、シャッター、カメラボディなどの部品を買い揃えて、組み立てるだけの家内製紙工業的なメーカーが成り立っていたが、カメラ内部で高度な連動を求められる、レンジファインダーカメラ全体の寸法が小さく、相対的に高精度な加工が要求される、ライカハンカメラの製造は困難であり、多くのメーカーが市場から消えた。 しかし畳めば非常に小型軽量になり、収納状態では相当圧力や衝撃に強いことから1986年時点でも、川口邦夫がパール4を、白畑志郎がスーパーアイコン単位を現役機材として使用しているなど一部の山岳写真家から指示を受け、また1983年、藤家 GS645 プロフェッショナル、2009年、 富士 GF670 ホールディングと断続的に新製品が発売されている小西六本店が1933年に発売したパールが最初であり、軍需インフレの波に乗りスプリングカメラブームを形成した。当初の日本製、スプリングカメラの特質として、ウェルタペルレをコピーしたセミファースト、バルダックスをコピーしたセミビクターなど、少数の例外を除きセミイコンタコピー。 一辺倒であった。電動距離計を装備したものとしては、モルタ合子会社のオートセミミノルタ、プラウドのスーパーセミプラウド、マミアのマミアスシリーズなどがある。レチナイビ v フォーマットは各種ある。サイスイコンのイコンタシリーズや、スーパーネッテルやコンテッサ、ホクトレンダーのベッサシリーズ、ドイツコダックのレチナシリーズ、ホクトレンダーのビトウ2、コニシロカ本店のパールシリーズ。 マミヤのマミク6シリーズ等が代表的な存在として挙げられる。代表機種に日本製の6 9トル版2 4 3 6ト、mm、ル版の機種が上がらないことでわかる通り日本では6 4 5トル版もっと6 6トル版のカメラが主流であった。ボディにある前蓋を開く際、前蓋ロック解除ボタンをボタンを押すときに前蓋を下に向けていると、 レンズやシャッターが勢いよく飛び出して静かな具を痛めたり、蛇腹の急激な伸長で空気の強い流れが起きて、フィルムの平面性が悪くなる、等の弊害が出るので、前蓋を手で支えて静かに所定の位置まで開かせる、必要がある。ありがとうございます。